7月の海開きを前にクリーン活動、日南市立大道津小学校の全校児童が海水浴場の周辺や砂浜などを清掃しました。このうち 3,4 年生は宮崎海上保安部の人と一緒に砂浜に落ちているゴミを拾います。あっちいっぱいゴミが溜まってるんで、はい、あそこで拾います。漂着ゴミの調査は6月の環境月間に合わせて行っており、今回で15回目だそうです。うわ、花火大量。花火がとても多かったです。45分ほどでこんなにゴミが集まりました。集まったゴミは約200キロ。児童たちは海外から来たゴミが多かったです。ゴミが多かったです。みんなが気持ちよく過ごせる海にしたいです。見た目はそんなにゴミないなと思ってたんですけど、実際拾ってみたらものすごいたくさんゴミがありまして、はい、一人一人のマナーが重要なのだと感じました。また幼稚園等の環境教室や、海水浴場のパトロール等を通じて、ゴミを捨てないよう呼びかけていきたいと思います。日南市内にある海水浴場は7月3日土曜日から順に海開きされます。